こんにちは、リニーズプランツのリナです。今日はこのちょっとインスタのストーリーでもちょこちょこ開けてたアンスリウムフォルゲッティの種が今回うまく取れたので、そこまでの流れのご紹介ができたらなと思います。ただ本当に初心者なので、いろんな方にいろんなことを教えていただきながらここまでに至ったっていうのと、もしかしたらなんかそういう間違ったやり方とかしてることあるかもしれないので、そういうことがあればぜひコメント欄から教えてください。まず親株からの紹介なんですけれども、今回こっち、ちょっとこれを花芽と読むのか花芽と読むのか両方あるらしいんですけれども、こちらの株のフォルゲッティから花芽花芽が出てきたので、こっちの株の花粉を取ってこっちの花芽花芽に受粉させたという形になります。こっちの方が若干というか、私が迎えたのはこっちの方が先だったかなと思います。で、特徴としてはどっちもとても丸みがあるこういう葉っぱですけど、こっちの方はこのホワイトのストライプが強くてキラキラの強い感じがしますが、これ一番最後に出てきた葉っぱ、すごい、ビデオだと伝わりづらいんですけど、すごく黒っぽくてベルベット調ではあるものの、他の葉っぱに比べるとちょっとマットっぽい感じでもあります。こっち側がかなりこうベルベット調の強いもので、ちょっとこのなんて言うんだろう、シルバーラインが浮き出てる感じの個体になります。で、受粉までの流れをご説明するためにちょっともう一株持ってきたんですけども、うち多分フォルゲッティかなりいて、 1,2,3,4,5,6,7,8,8から9株、もしかしたらもっといるかもしれない、ちょっと覚えてないんですけど、たくさんいるんですけども、これもこの個体は本当になんて言うんでしょう、ベルベット調が強くてストライプも割とはっきりと出てるもので、ただ違いがわかるかな、この葉っぱの表面がこっちの方がボコボコしているっていう個体になります。ちょっとこの子はこの受粉のプロセスの説明をするために持ってきたので、今回の種には全然関与してないんですけど、種の出来方について私が知っている範囲でちょっとご説明できたらと思います。こちらの花粉を取った株を見ていただくと分かりやすいかもしれないんですけど、こういうふうに、まあどんな観葉植物もそうだと思うんですけど、葉っぱが交互に出てきていて、これとかもそうかな、この赤いのもそうで、こう順番に出てきているんだけども、この葉っぱが出てきたこの根元の方の膨らんでるところからこの花芽、花芽が出てきたっていう感じになります。なのでちょっとこっちではなくてこっちの株を見ていただくと分かりやすいかもしれないんですけど、こうやって葉っぱが出てきていて、一番最後に出てきた葉っぱがこれかな。この葉っぱの根元を見ると次の葉っぱがこうやって見えるかな、出てきてるんですけど、その前に出てきたこの葉っぱの根元をこう見ていただくと、こうやって膨らんでるところわかりますかね、こういうとこから花芽、ちょっとピントが花芽が花芽が花芽、どっちでもちょっと読み方がわかんないんですけど、花芽が出てきます。なので今回この種ができた花芽っていうのは、この葉っぱが出てきたところの根元が膨らんで出てきてます。なの
ので、例えばこの葉っぱの見た目がちょっと良くないから切ろうっていう時は、この根元から全部切っちゃうんではなくて、この膨らんでるところのちょっと上ぐらいから切るといいっていう風に聞きます。でこの2つは何かっていうと、もう花芽が出てきたんだけども受粉されなくてダメになってても、受粉がうまくできないとこういう風に黄色くなって、茎の部分とか例えばこういう部分が黄色くなってだんだん死んでいってしまう、ダメになっていってしまうという形になります。今ちょうどこの花が花芽、お花が出てきてるところなんですけど、これが最初もとっても出てくるときは葉っぱと似てます。ただ出てくるところが違うので、だいたいそこで見分けがつくと思うんですけれども、これが出てきているところで、それが出終わったというか、どん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 伸びてきたのがこういう形になります。でこれが最初はこの薄い皮に包まれてるんですけど、だんだんこうやって中から出てきます。見えるかな。でこの部分が全部この薄い皮から出てくると、ポツポツポツっていう水滴ができ始めます。それが、メスの状態、その水滴が出てる時に花粉を受粉すると、そしてうまくいくと種が実ができるそうです。アンスリウムの花が花お花っていうのはメスからオスになるっていうの、ちょっとそれが正しい言い方なのかちょっとわからないんですけど、メスからオスのステージに入って、そこで花粉が作られます。これがちょっと見づらいんだけども、こういうふうに、これも何週間もかな、結構長い間花粉が作られています。で例えばその水滴が出てるのと花粉ができてるのと同時にあったら、こうやってそれをスリスリするとこう受粉できますし、まあ、他の方法で花粉をつけてあげると受粉されます。でもまあそれでもうまくいかない時もあるみたいです。で例えば今私この他のフォルゲティで水滴、まあ、メスの状態のものがないので、そういう場合はこうやって、まあ、何でもいいんですけど、筆でもこうやって花粉を取って、見えるかな、置くと、ちょっとかなり見えづらいと思うんですけど、こうやって取れます。筆にも、筆というかこれもう化粧用の筆なんですけど、ここに花粉が溜まってるの分かりますかね。こういうふうに花粉がどんどん取れます。でこれちょっと私やったことないのでわからないんですけど、聞いた話とか教えてもらったのによると、これを冷凍保存して、まあ、大体6ヶ月間くらいは使えるみたいです。なのでこうやって集めたものを閉じておいて、ジップロックの袋とかに入れて保存してます。でそれで受粉を私このこっちの株のこれにしたのが10月の半ばから、それぐらいだったかなと思うんですけど、まあ、受粉がうまくいかないとそのままこの花の部分がダメになってしまいますし、うまくいくとなんかちょっとさっきのこの実の部分、この部分がぷくぷく膨らんでくる感じになります。ちょっとこの辺にその時の写真を入れられたらなって思うんですけれども、そうするとどん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 この膨らんだ部分が大きくなっていって実になってきます。でこれがそうですね、10月半ばぐらいに受粉して、あ大丈夫かなって思ったのが11月の半ば頃で、最初はこういうふうに緑の種になっていって赤くなっていくって感じなんですけども、まあ、品種によって例えばクラリネルビウムとか
は緑からオレンジになったりするのかな。品種によって色とかも違うみたいです。ちょっとこのビデオの撮る順番が前後してしまったので、この後のクリップの部分でどうやって種を取るかとかを説明できたらと思います。これはもう全部種取ってしまった後なので今取れるものがない状態になるので、またジップロックをかぶせて戻していきます。このように簡単に触ってポロって取れるってことは多分完熟してるっていうことで、こうやって触っても取れないっていうのはまだ完熟していないものっていうことになります。なので、これとかも無理かな。取れた。あ、どっか行っちゃった。落ちちゃったけど見つかりました。これで、あと、これ初めて収穫したのが2月11日で、そこから数日おきぐらいにポロポロ取れていたんですけど、あと2個ぐらいかな。あと2、3個ってとこかなと思います。で、普段はこのままにしとくんではなくて、ここにこうやってジップロックの袋をかぶせて湿度を高く保つれるようにしてます。こうやって取ってあった種こうやって置いてあるんですけど、これをちょっと洗うっていう作業があるんですね。ちょっと今全部やるのは大変なので、いくつかちょっとこれと、例えばこれ、こうやって実があるものを軽く押しつぶすと、こうやって実の中から種が出てきます。これはもう実の殻なのでいらないもので、こっちが種、もう本当に力全然入れないで出てきます。で、これで触ると分かるんですけど、すごいヌルヌルしてるんですね。で、これそのままのまま植えちゃうと、あのカビが生えてきちゃうので、これをお水とかで洗ってきれいにヌルヌルを取ります。で、ちょっとまあ今仮に水で洗ったとしたら、こうやってまた乾いたペーパータオルの上で、私はこうやって転がしてぬるぬるを完璧に取って、でさらに水分も取って、その後種を植えるようにしてます。こうやって緑になってるところ見えるかな、から今のところ芽が生えてきてます。こうやって押すと中身から出てくる。で、今のところこう1つにつき1個だけども、たまに2個とか3個とか入ってる時あるんですけど、まあこれをひたすら続けていくっていう作業ですね。これがちょっとこれとか怪しめのだなと思うんですけど、なんか色が黒くなっちゃってるので、でもこれ中に2個入ってましたね。こういうのはどうだろう、発芽するかな。ちょっとまあひとまずタネ元で植えるってことで、またお水で洗ってきます。こうやってなんかピントが合わないんですけど、これがピントがある、これが取れた種になります。これをまたちょっと水洗ったりとかして、きれいにぬるぬるを取っていきます。これが種洗ってきたものになるんですけど、これを濡れたままちょっと植えると
嫌だなって思う、嫌だなというか、私はこれをちょっと乾かしてから植えるようにしてるので、また乾いたペーパータオルの上で取る、水分を取って、まあ、ぬるぬるもピンとこない取れてる状態になるので、こういう蓋付きの種のなんていうんだろう、育成ポット的なものに入れて育ててます。ちょっとどれか硬くなっちゃった。ちょっと抜いて、ピントがすごいずれちゃってごめんなさい。こうやってポンってもう置くだけです。こうやって私はいつ植えたか分かるように、これクリアファイル切って日付書いたものなんですけど、こうやって差し込んで入れてるようにしてます。これはパーライトですね、まあ、パーライトの他にもちょっと他のものを使ったりもしてるなら後でお見せします。ひとまずちょっと今掃除してる分植えていこうと思います。はい、ひとまず植え終わったので、今回植えたのがこことこの一列になります。この辺が2月の26なので、まあ今日の4日前ぐらいかな。でここが29日、数日前に植えたものになります。でこれはこうやってまた蓋をして、まあ明るくて暖かいところに置いとくようにしています。さっきみたいなあの種用のポットがなくても、これちょっとプラスチックのカップ上下に2つ重ねてマスキングテープでこうして固定しているものなんですけど、こうやって湿度を高く保てるようにしています。こうやって何日に取ったものかっていう日付も書いたりしてます。これは2月16日に植えたものなので、約1週間ちょっと経ってるものになります。見えるかな、こうやって種の先っちょのとこからちょろってもしゃもしゃした根っこが出てきてます。まだ葉っぱらしきものは見えてないんですけど、こういう風に発芽していくようです。これが悪い例です。ちゃんと洗うのめんどくさくなっちゃって途中からサボっちゃったのがあったんですけど、そうするとこうやってカビが生えてきちゃいます。これはもうダメかな、ちょっとまた洗ってみますけど、難しいかもしれない。でパーライトの他にも、これはなんていうんだろう、水槽用の土みたいなやつかな、でやってます。ちょっと、まあ、かなり今回種が多分全部でまあ100近く取れたと思うので、ここにいろんなこう用途で違いを試すことをやってます。でこれがその水槽用の土で、これが水苔、さっき最初のやつでしょうか、ね、あ違うか、これがこれが一番最初に取ったやつか、2月11日に初めて種取った時のやつ。すごい見えづらいけども、かなり根っこが伸びてきていて、まだ葉っぱらしきものは見えません。でこれが、木からできた土みたいなやつですね。これももう発芽はしてます。これを植えたのが2月の20日なので11日前ぐらいになります。発芽はだいたい早くて3日とか、まあ、5日間ぐらいでこういう風に出てきます。この2月26日これがちょうど3日、5日前なんですけど、こうやって先がちょっと緑の部分が伸びてきてるのが見受けられます。この2つが同じ日に植えたものなんですけど、今のところそんなに大差は見られないかなっていう感じで、どちらもちゃんと発芽していて、置く場所もだいたい同じところ、隣同士に置いてます、まあ、根っこも両方出てきている、根っこっていうか、まあ発芽してますし、こうやっ
っちもだいたい同じぐらいかなしてるとこです、まあ、これから違いが出てくるのかちょっと引き続き見比べていきたいと思います。途中でビデオのモードがシネマティックになってたのでピントがすっごい合わないなと思ったら、もう本当にアマチュアで申し訳ないんですけど、なのでちょっと途中見づらいとこあったと思うんですけど、一応これが種の出来方から取るで植えるところまでの流れになります。で、冒頭にもお伝えしたんですけど、本当に私まだ全然初心者なので間違ったことしてるかもしれないので、まあ、ご参考までにっていうことと、もし何か全然違うことやってたらコメント欄でぜひ教えてください。で、まあ、ちょっと他のホルゲッティも持ってきたんですけど、ホルゲッティ本当全部個体差が全然違くて、さっきもお話ししたようにこれ表面ポコポコしてるし、これがちょっとラインが浮き立ってるような感じのもの、でもかなり丸みがありますね。でこの子とかはまだちっちゃい赤ちゃんですけど、かなりベルベットは強いんだけども、細長い葉っぱがかなり細長いかなって他の子と比べると思います。でこの子とかは結構色が濃いめなんだけども、ちょっとこうなんて言うんでしょう、葉っぱが波打ってる感じの子になります。なのでまあタイミングがこうやってお花が出てくるタイミングがあったらというか、そのタイミングが合えば同じフォルゲッティでも違う個体同士でこう交配できますし、もちろん他のアンセリウムでタイミングが合えば他のものと掛け合わせて交配種っていうのも作れるみたいです。私はまだやったことないんですけど、タイミングが合えばぜひチャレンジしてみたいなと思います。今ちょっとまた別の子持ってきたんですけど、この子は、フォルゲッティとマグニフィカムのハイブリッド交配種ですね。これは私が交配したわけではなくて、こういう形で買ったものなんですけど、こうやって徐々に葉っぱが出ていっていて、最後に新しく出てきたこの葉っぱ、マグニフィカムとかこういう風にここがこう割れてるハート型の葉っぱだと思うんですけど、この子はこのフォルゲッティの丸型をこう受け継いでいて、ここが閉じてる、英語だとクロスサイネスって言いますけど、こういうそれぞれの特徴が現れているっていうハイブリッドになります。なのでぜひ私もタイミングがこうあって違う品種のお花が同時に出てたらやってみたいなって、すごいこういうの見ると思います。すごいいろいろ引っ張り出してきてたらフォルゲッティだらけになっちゃったんですけれども、一応これが一通りの流れになります。種植えたもの、まだ植えてから1週間ちょっとぐらいのものばかりなので、これからもちょっとアップデートできたらいいなと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。 Thank you for watching.